Google の新しいスマホ。ご視聴の皆さんいらっしゃいませ、海夏です。プレイステーション5版のデモンズソウルズリメイク版8日目やっていこうと思います。今回の攻略予定としては、3つ書いたんですけど、主に各所のエリア3を攻略していこうかと思います。まあ、ちょっとどこまでね、やれるかわからないんですけど、まあ、行動の3行って、谷の3行って、塔の3っていう感じで、行けたらいいなと思ってます。さあ、行きましょう。前回からの違いとして、武器をね、血月のファルシオンから血月のキリジというものに変えまして、こっちの方がね、若干性能が高くてですね、新たにキリジを強化して、こちらの方に変えました。それ以外はね、特に変更点はないかなぁ。というわけで、あ、そうそう、行動の3ね。地下神殿。波外れて巨大な竜骨が横たわっているという、地下神殿行きましょう。立ち止まるな。今は昼寝はやめておけ。助けてくれ。ヒントがあるとでも思ったか？さあ行きましょうか。うごめいている。竜の神。隠密の最善策だ。でかい。でかいね。これPV というかオープニングというか、アバームービーの最後にね、城壁の裏から、ぐわーって登ってきてた、あいつですね。やっちまった。ソウルの稽古が白ければ、確かここの先のあれが取れるね、ですよね。今現在、ここのエリアは、氷の王の要石、左から2番目だね。ちょっとね、まだ白になりきれていない。届かねえからなぁ。ターゲットはね、できるんだけど。あれ当たっただと。ちょっと待って。はい。向こう側に行きましょうか。怖いっすー。おー、一撃で持ってかれる。おー、やば。道が開いたから、先に進むぜ。はい、そう、死んだよ。耐えられんかった。だからもうちょっと HP ならダメかな。とりあえず、MP 今いらないから、しがみつくもので、回復して、ちょっと行こうではないか。リベンジというかもう何もできてないけど、何もできていなかったんだが、あーで、こいつ、あ、待って。自分の力じゃ壊せないよね、確かに。あ、壊せるわ。待って。痛い。ちょっと待って、進めなかった。あー、無駄でモーター。そこをどかしなさい。それをどかしなさい。この腕をどかしなさい。ギャフー、痛い。持っていかれる。まあ、まだ壊しきれてない。痛い。ちょ。痛いっす。おーし、ようやく抜けた。回復して、どうさせる。バリスタ。新たな道ができましたね。ちょっとね、刺さったままなんで。高台瞳の石。戻れ。何もないんだっけ。まずい。たー、燃えている。赤く燃えている。いけ。が燃えている。もう一回。いけ。いやー、燃えたやー。なんだろう。体力でご了承している感じ。なー、危ない。に、ポチッとなー。腕が使えなくなりましたね。そしてもう、体力は残りわずか。だから私は油断しない。で、ここもあれだよね。ソウル傾向が、っていう。あっち側か。キリの復活さ、使っときゃよかったかね。すごい今更だけどさ。ソウルの光、竜の神のトロフィーゲットです。いや、最後はちょっとね、物悲しい感じですよね。ちょっと一発クリアできなかったけど、眩しい。他なんか取ってないものあったかな。ここは安全だ。そうだね、ここはもう安全だね。何書いてる、みんな。簡単だ。まあ、ここまで来たらね、なんとかなった。ここまで来たらもう簡単だよ。純粋な竜石と竜のデモンズソウルゲットしましたね。レーモン、竜の神の残した要石。地下神殿は竜の神を祀り沈めると同時に、
これを封じ込めるものであった。穴掘りの先人は巨大な竜骨から神を思い、これを敬い、また十分に備えていたのだ。さあ、では、ね、ここにいるトカゲを先に倒してこよう。で、これで今、真っ白になったのかな？ソウル傾向が。まあ、ちょっとね、ここのね、トカゲはめちゃくちゃ多いから、全部をね、配信中には取らないけど、遠距離攻撃を試してみよう。やらない、やらない。とりあえず、ここにいる2体か。だけちょっと倒しに行こう。とりあえず予定の一つ目、行動の3は終わりましたね。さあ、そしてね、ここが、ソウル稽古が真っ白になったから、剣を引き抜けるようになりましたね。竜骨砕き。いや、でかい、でかいというか、重い。これだけで20だよ、20。やばない。もう完全脳筋武器だよね。で、合計、なんだろう、4回倒せるのかな、トカゲは。さあ、ちょっと出入り繰り返して。このエリアだけは倒しとこう。で、こっち側のトカゲはこれが3体目だね。で、この上のやつが、4回目かな。で、多分この上のやつは終わりだと思うんだけど、ちょっと一旦上で入らん直してみるか。こっち側で。下に戻る必要なかったり。こっちまでも遠かったりする。多分トカゲいないと思うんだけど、こっちはね。だよね。あと下の一匹、竜骨砕きを持っている人がいた。取ったんだね。あ、これでここの場所のね、結晶トカゲ終わりだね。地下神殿は危ないところです。そうですね、一回ちょっと倒されてしまいました。ソプティ、読む。では、何と読むんですか？ダンプスターさん？スウェーデン語なんですかね。はい、いらっしゃいませ。こんばんは。はい、海外からありがとうございます。日本語上手ですね。私は英語がダメダメなので、自動翻訳を利用させてもらっております。しがみつくがいらなくなったから、MP に変えといて、話しかけ。では足りない。必要なのが足りていない。また私はちょっとアイテム整理をしましょう。心配してたんだ。あ、そう。もうね、南石が預けられなくて、もう99個倉庫に入っているって。すまないな。さあ、で、修理をして、あ、で、満月草を補充しよう。満月草補充か。はい、こんばんはよ。ワイグラさんいらっしゃいませ。こんばんは。すまないな。今ね、一つボスを倒したところですね。開始早々に。あ、魔術なんか、増えるかな。賢い気候なら。で、プッティピーさん。ちょっと読み方わからないですが。なんとお呼びしたらいいですかね。そう、PS5 ね、私の嫁ちゃんのサシコさんが、Amazon で購入しておりました。火の玉か、これで。竜のデモンズソウル。ね、さすがですね。火の玉を放ち爆発を発生させる。だ、集団に向かって投げると、周りのやつも当たるよね、あれね。だ、魔法の、ソウルの光に強い奴らか。に対しては火の玉の方が良かったりするのだろうか。あ、とりあえず PS5 の抽選出したんですね。私もね、まあ、うちも、その、1台しかまだないので、もう1台ね、欲しいです。そう、かなりね、綺麗になってますね。まあ、配信画面だとそんなに、わからないかもしれないけども。で、ソウル矢を外し、火の玉を入れよう。またデモンの待っているぞ。主人公の方の顔の質感とか、ああ、そうだね。あ、そうそう。超綺麗ですね。
で、使用して、足りてないな、あれ。で、ソウルレベルを上げましょうか。このゲーム最初はプレイステーション3で出てますね。今回フルリメイクとして、PS5 版で発売されました。ソウルレベルが77に、体力が40になりましたね。そうですね、フルリメイクと歌って発売されましたね、ローンチタイトルとして。でですね、今行動での3エリアが終わったので、あれ次どこやるって書いてたっけ、ちょっと待って、自分のサムネ見ていい？次は谷の3ですね。谷の3の予定だったらしい。こちら、腐敗の中の安息、デーモン不潔な巨像の残した要石、毒クラゲと大ナメクジの潜む沼の奥には全ての浮上を飲み込む地溝があり、デーモンを祀る腐れ木の神殿が作られていた。貧しき人々はそこで進んでソウルを剣じ、苦痛をもたらす思考から自由になれる。というわけで、行動の3とかね、嵐の3はボスエリアだけだったんですけど、ここは確かね、攻略ダンジョンがあった気がするのだが、違ったっけな。まあ、とりあえず進んでいきましょうか。回収しながら、あ、でもすぐそこにあの霧の入り口があるっていうことは、ここもあれか、すぐボス戦だったっけ。大体がすぐボス戦なんだよね、三つ目のエリアは。対戦者求むだって、あの失礼ですがお名前の呼び方がわからないのでね、煽ってくるメッセージですねかかってこいや、ボス戦だね。さあ、ここはね、なかなか考えさせられるボス戦ですね。死体の山が、そしてそこにいる一人の聖女。おお、めっちゃ綺麗、超綺麗さすがですね。あ、そして動き出すすごいでかいハンマーを背負った男、超美人ね、超美人だよねあれ、プレステ3版どんなだったっけ。そうそう、ほぼね、ロードっていうロードはないですね。その演出的なロードはあるんですけど。戻ってください。あってさん、ここ了解です。捨てられたものが寄り添う場所です。この地にはありません。戻ってください。ちょっと待って、ここのボス戦はね、話しかけてくるんですよね。これまではずっと普通のデーモンが相手だったんですけど、乙女アストラエアさんが、ね、説明にも書いてあったけど、自らのソウルを乙女に献じているんですよね、こうやって。はい、アッテさんよろしくお願いします。まあ見に来れる時にね、見に来てくれればいいですよ。 BGM ちょっと物悲しい感じよね。あれ、倒しきれてない。何に体力高いなこいつらサクサクいくぜー。まあ、倒す必要もないんだけどね。メッセージ、精密射撃の時間だ。届くの届くの、あの光のところにいるはずだけど。さすがにね、私弓はね持ってないので、魔法か剣でしか攻撃できませんな。そしてあちらにいるあの人、すごいなんか 見づらいけど来ましたね。やはり戻れはしないか。外装というのであれば仕方ない。腐り落ちるがいい。怒られた。え、どこ行った。あ、ちょっと待って、装備をさ、そういえば変えてないや。基本的には追ってこないから、ちょっと装備をね、再生者の指輪はとりあえずいらないから、魔法威力を上げましょう。最適打撃の攻撃力が上がり、それ以外が下がる。あ、そうなの、あったった今さっき手に入れたやつだ。どうしようかな、別にこれで攻撃してみるか。あれは何全然聞いてねえ。まあガードしてるからね。41
そうそう、装備画面とかはね暗めですね。これでもね、あの見やすいようにちょっとね明るさとかいじってんだけど。なぜ我々を外装とするってあるのに。あぶね、大雨。なぜ殺そうとするかだって、それはね私の前に立ちはだかっているからだよ。立ってしまった。絵が綺麗だからまあ問題なさそう。そうだね、これをねあの 4K 配信とかにするともっと綺麗なのかもしれないが、はいはい、ちょっとそれはね私、あ、まあ、それをするにはうちのスペックではちょっと足りなくて。もうちょい、残念でしたね。ここでねこの鈍足になるからね、満月をあいつを倒さずに来るのはなかなか難しい。話しかける。あなたはあの人が倒れたのですね。そうですね。わかりました。私の抵抗など無意味でしょう。ちょっさあ、望みのデモンズソウルを取りなさい。ボスとしてはね乙女アストラエアさんがボスなんだけど、切らなくても自ら自害するっていうね、とてもとても、悲しい終わり方ですねここはね。そしてちょっと HP 少しでも回復しないとちょっと回復が間に合わなくなっちゃう。真摯な祈りの指輪、どういう効果だっけ。いやここはね当時切っていたけどね結局救えないんだよね。奇跡の威力と奇跡栄翔の隙が大きくなる。あ、なるほど。ダメージはでかくなるけど隙が大きくなるね。暗銀装備、まあ、さっきの騎士さんの装備ですが、ちょっと待って、これ一旦ちょっと一旦ちょっと回復アイテムがもったいなさすぎるから一旦神殿帰ろ。心配してたんだ。来たんだ、ありがとう。心配ありがとう。さあ、純血のデモンズソウル。なんか他のと違ってね。ちょっとなんかあまりソウルっぽくは見えないんだけど。あ、でも他のもそうか。で、全部閉まったよね。すまないな。すまないと言ってくれるこの人はとてもとてもいい人です、ね。さて、何あげようかな。体力もなんだかんだでもうだいぶ上がったしな。安全性を高めるか、攻撃力を高めるかやな。どっちかな。生身ならね結構高い体力を保持していると思うんだけど。いや魔力にどうか。いやちょっと待って、スタミナもちょっと上げたいな今更だけど。それをバイク、この者に可能性を与え、よって世界の夜でも若干上がるしな。ちょっと眼鏡を上げようか。おわ、あなたが。やーん、こんばんは。はい、しおりさんいらっしゃいませ。ご視聴コメントありがとう。今、ボス2体倒しましたね。デーモン乙女アストラエアの残した要名詞。かつての第六聖女アストラエアは、腐れ谷で死を待つ人々と共に生き、彼らの苦痛を取り除くため、告白な神でなく、デーモンのソウルにその身を委ねていた。そう、自分を慕ってくれている人たちのために、自らが、デーモンになったっていう。心配してたんだ。なんだろう、なんとも悲しい話だよね。神の力では救えない、悪魔の力に頼ろう、みたいな、そんな感じだもんね。おっさんのヒゲまでリアル。確かに。かなりね、かなりリアルになってますね。ちょっと、疫病に強い装備って、どれだ？金仮面か。あ、ボロ布のローブ。でもこれね、装備できないんだよ、確かね。これ女性専用なんだよな。カスタム報酬追加提案券ってなんだっけ？1万のやつだっけ？これは、ランダムでアイテムを一つ捨てるとか、こういう、ポイント消費でできる何かを追加する、提案するための件ですね。女性にボロ布のロブセクシーじゃないですか。そうですかね。ボロボロとはいえ、地肌が見えているわけではない、じゃないかな、きっと。
で、これ欲しいんだよな。こういう格好、まあ、服にね、あの胸の部分があるというか、いう感じじゃない。これ女性専用なんだよな。ただ疫病がこれしか防げないんだけど、どうしたらいいよ。そう、このデモンズソウルはね、女性がね有利なんですよ。知ってたんだけど、知ってはいたんだが、まあ、この病に耐える者の指か。これでちょっと受けるしかないな。まず頭だけ。え、ちょっと待って、これ装備できないよ。あ、これも女性専用なの？この金仮面、これ女性専用だ。あの左側のね、あのタイプ A とかあるじゃないですか、名前の下の。タイプ AB だとどっちも装備できて、タイプ A は女性で、タイプ B は男性なんですよ。まさかの、心配してたんだ。まさかの全く疫病を対策できない話。女性有利または女性のスキン優遇のゲーマーを、そうなんだよね。フォローありがとうございます。なんて読むの。48万1203、はい、いらっしゃいませ。ご視聴、コメントよかったらしてくださいね。あ、わかる、西田さんね。あ、今日ね暑いよね。そうそうそう。疫病対策にこれですね。疫病に耐える者の指輪、これで少しだけね、あげましょう。ほんと些細なんだよなこれ。68までしかあげられない。とアイテム回収だけやろうか。あ、昆布さん、はい、ありがとうございます。そして疫病になった。ちょっと待って、ここからはダメだ。ちょっと待って、一旦帰る。なるほど、あのツイッチだとそれになるんですね。少々お待ちを。無理かな。そう、マーボさんのとこからですね。よ、あの、何回か一緒に遊んだこともありますね。もう回収していこう。で、ここね、何回か降りないと、確か全部取れなかった気がするんで。あ、とりあえずあいつ倒しに行こう。あいつ、こいつ、こいつ。超トカゲさん。ボスを倒すごとに復活する。結晶トカゲさん。名前変更ができない。正式登録してないからか。ああ、なるほど。そうなんだね。そうそう。モンハンの時にね、一緒に遊んでもらってました。その説ありがとうございます。ちょっと今はね、やってる時間がなくて、モンハンからは離れ気味ですが。時間がね、めちゃくちゃ長くてね、っていうのもあって、ちょっと離れてたけど、あの、この PS5 を使えば爆速でモンハンができるはずなので、またね復活してもいいかなと思っていたりするんです。そうそう、あの普通のやつでは、次スイッチ版ですね、ライズか。ん、なんだ、あ、疫病ね。23、そうそう、あのね、アイス PS5 版ではないんですけど、 PS5 で遊べますね。あのブーストモードとかっていう、完全未対応じゃなければ多分できるのかな。当たらないかな。当たるわ。これで切った方が早い。可愛い男の子で参加してましたね。可愛い男の子、そうだったっけ。さすがにそれは覚えていなかったから。 PS4 のソフトは PS5 で読み込んで、で PS5 の性能で遊べるっていうね、とてもとてもいい機能がついております。じゃあ行こうか。疫病になってしまった。もうこっからはね、あの回復アイテム連打ですよ。ちょっと待って、こんなにいた、こんなにいたの。さいさい。あ、これ無限に湧くんだっけ。やばい、死んでしまう。あ、やばい、死ぬ。まずい。あ、こっちな、何もないんじゃないかもしれない。えい。一旦回復。で、アイテム、ちょっと待って。疫病を治す薬あったよね。一旦回復、はい。データ移行すれば PS5 でもできる。そう。ただチャットで丸と×が逆だからミスるそうです。そうなんですよ。あの、PS5 は、あの、ワールド基準になって、
決定が×でキャンセルが丸になってるのでね、慣れるまではちょっと大変かもしれない。120fps 出るみたいだけど、対応してるソフトはさすがに、PS5 タイトルのみ。そうですね、まあ、基本的にはあの 4K の 60fps にブーストできるっていうのはまあ売りですよね。まだねその PS5 にモンハンは入れてないんですけど、ただ今ねあのまちょちょまちょちょちょまちょちょ、お前ちょっと待って、まず疫病を治そう。あれ、お前復活してるんだっけ？エイペックスは決定が×。ああ、そうなんだ。もともとそうなんだね。あ、まずい。ケツがついているから。攻撃していない時でもダメージ当てられるか。PS5 でプレイしているのはこれだけですか？そうですね。今んとこ、このデモンズソウル以外は、まだ遊べてないですね。えへい、へいへい。そう、ウォッチドックスとかね、スパイダーマン。スパイダーマンはね、やってみたいね。私、まだ、あの、一作目もやってないんだけど。しまった。桜姫ね、確かにあれもちょっと面白そう。あの、今見に来てくれている、猫月しおりさんがね、配信でやられてますね。興味あったら、あの、Twitch で配信されてるので。あと、アーカイブも YouTube に上げてるのでね、よかったら見てください。かなりなんか爽快に遊べそうなんだよね。なんか今回短いみたいだね。配信してる人いたんだけど、結構すぐ終わってしまって。ブラックフライデーだっけ？なんか今来てますね、セールが。いつもお世話になっているので。こんなことで貢献できれば。またか。近づきすぎたか。なんかそこの距離。オーバーウォッチとか欲しいかな。ああ、そうなんだ。オメガラビリンス。オメガラビリンス。フォローはしました。時間があれば見に行きます。お、登録ありがとうございます。そして、こいつが使っている、ブラムドっていう武器がね、手に入りました。で、ここは、あれかな。もうアイテムなかったっけか。あとはあれだね。結晶トカゲ倒すのに通うくらいだね。確かスパイダーマン、あれか、一作目か。本筋はそんなに長くなかったんだ。なるほど。まあ、どちらかというと、自由に動き回れる、あの都市を遊び尽くすっていうのは、まあ、主目的だよね。そうですね。私基本2時間やってるんですけど、しおりさんはいつも1時間ほどで終わってらっしゃるので、時間が合うかはちょっとわからないですね。もし時間が合えばね、見に行ってみてください。で、猫の指輪を使って、でなおかつ、再生者ではなく、アイテム発見力を上げとこう。しこいで、ダッシュダッシュ。カロッシャも多分痛くない。もうダメージほぼない。すごい、さすが猫の指輪。高いとこから落ちても大丈夫。この結晶トカゲだけでも、張り付くそう。嘘でしょ、落ちた。待って、やばい。やばいんだが。それはやばいんだが。ダッシュ。マジかよ。こんなところで生身を失ってしまったぞ。そう、数の暴力。ゲームする体力。なんか、いますよね。長時間やると疲れちゃう方。私、全然、24時間遊び続けられるけど。ね、抜け出すのはちょっとね、難しかった。もともと足場が悪いっていうのもあるけど。私もゲーム体力値は低いな。24時間が限界。あ、十分じゃないですかね。ルミナスさんは家庭を持って正解ということだ。そうかもしれない。本当結婚する前の配信は平気で6時間、毎日6時間とか、4、5時間とか普通にやってたから。もう一回倒せるかな。さっき倒したやつ取れてないんだよな。2時間オーバーは体が熱暴走してしまう。RPG とかならもう少しできるけど。ああ、特に最近、アクション要素のあるゲーム多いからね、RPG でも。あーで、尽きてしまったね。1回分取り損ねちゃった。マジか、さすがゲーマー。そう、昔はね、
通にやってましたけど。まあ今もう朝活やめれば、この2時から7時半までの配信はできるんだけど。一応ね。そしたら、とりあえずここ、ん?あそこになんか光ってるあれは何だ?これ何?あ、これ撮ってないや。あったんだ。半月草。一応回復アイテムの最高級品かな。RPG とかはモチベーションが持たない体になってしまった。ああ、そうなんだ。まあ、結構、レベル上げとかお金稼ぎとかね、あの、稼ぎプレイが必要な場面が来るから、そこでだれるのはちょっとわかるかもしれない。2時から翌日の、なの、7時まで。おかしいな。翌日って言ったらもう24時間を超えているのだが。今は2時から4時頃までの夜活と、5時半から7時半の朝活をやってますね。猫の指輪もいらないから、そして一応しがみつくにしとこうか。とりあえず預けよう。で、補充しといて、あとなんか補充するものあるかな?特にはないか。グノメジさん、いらっしゃいませ。こんにちは。挨拶、ありがとう。だから大体どちらか一方しか見れない。そうですね。間、2時間ないから。あんたはいい人だ。まあ、どちらかだけでもね、見てくれれば、個人的には嬉しいです。そして今ね、行動の2、今日の予定ね、行動の3か、と谷の3が終わったので、次、塔の3。に行こうかなと思います。こっちじゃなくて、こっちか。塔の女王の要石。こちらですね。で、ここは特殊なね、ボス戦になっているところですね。ボスはいるはずですね。おぉ、弾かれる。待って、ちょいで。何気にこいつらが強くてな。はい、remember this. 私はこれ覚えています。あ、入ったね。そう、ここはね、一応これでボスエリア入ったんだけど、これが本来のボスですね。黄色い服を着た人。だから実際に戦うのは別なんですよね。ボス戦ね、サクッと倒せりゃいいけど。ここのボスはなんと呼び出された他のプレイヤーだったり。で、このマントで作られた。よくね、頭をかぶってる人を見かけますけど。労働が長いとちょっとね、で、最近のゲーム長かったからね。そして、黒いファントム。これ、他のプレイヤーさんですね。ここのボスね、ほんとね、強いんだよ。強い可能性が高いか。よくね、ここは、リスナーさんをね、呼んで、戦ってもらってたり、だけど。ちょっと待って、危ない、やってもうたー。ボス戦行く、前のこいつが強くてな。また厄介。で、もう一体、あそこに敵がいるね。で、この間ね、呼び出された人ね、ずーっとね、待ってなきゃいけないんだよ。今のご時世、プレステ5が普及してないから、リスナーさんが、そう、まだ、あ、決勝トカゲ逃してしまった。なかなか呼べる人もね、少ないよね。さあ、では準備しましょうか。さあ、どう戦おうかな。まあ、とりあえず、魔法、何使ってくるかな。魔法の威力を上げたかったりもするけどね。まあ、少しずつでも体力回復させてもらおうか。もしこれでいこう。お待たせ。こいつ魔法の人だ、この人。同じクリスナイフを持っているぞ。当たってしまったー。こっちよりまともな魔法を持っている。強い。強いわ。かなり強い。ここはね、ほんと、かどうかは、誰が侵入してくるかで変わってくるからな。あれはね、あれは無理だよ。あれは耐えられない。来てくれる人もいるんだけど、ガチな人が来るとね、ちょっともうどうしようもないな。強い。あれは、あれだね、離れずに、
自ら切り込んで魔法を使う隙を与えなかった与えない方が良かったかもしれない。これ普段はこういうムービー飛ばせるんだけどボス召喚の影響か飛ばせないんだよね。スキップできないというか。今度誰かな。あ、ミラボレアス、どうなんだろう。脅威移動で言うとね、こっちの方が高いんじゃないかな。その、た動きをしないし、毎回変わるから、毎回同じ人じゃないんだよね。ああ、やっぱりさっきと違う人だね。今回はデコーズさんという方ですね。ミラーボールの、モンスターハンター、ミラボレアス。そう、これね、対人なんですよ。ここのボス戦だけなぜか対人戦。オフラインでやればね、逃げられた。オフラインでやれば、NPC、普通の NPC だったりするんだけど、なんか暴れてるね。あ、そうだね。海外だと名前違うかもしれない。どこや？あそこだ。こいつ、この人は、ブーブツリの人や。長い、ちょっと待って。で、回復したい。回復したい。回復したいぞ。この魔法の武器で、の人はガチ勢じゃなくてよかった。来週。イブとかはあるかもしれないね。どうしても。危なかった。あ、黄色のデモンズソウルゲットですね。ヨルメダールの玉座の間。デーモン行為の奥義の残した要石。復讐を果たした老人は、塔に枯れ果て、人を狂わす行為が、その体を支配していた。貧弱な者は、デーモンの依り代となり得ず、ただ、デーモンのソウルに飲まれてしまう。ということですね。はい、ナイス、ありがとう。あれ？これだけか。危ない。このトカゲを、トカゲを倒したい。グノメジさん PS5 ゲットおめでとうございます。やったね。いっぱい遊びましょう。あれはね、コントローラーしか買えなかった人もいるからね。なんで最初暗いんだ。めでたいね。一旦魔法を避けてから。月光石のアイテムか。日本でもね、まだまだなかなか手に入らないよね。PS5 のコントローラーは PS4 で使えるのかな。まあ、USB で刺さってるから、使えないことはないと思うけど、どうなんだろうね。さて、めでたいとこで私は寝ます。はい、ありがとうございました。引き続き楽しみつつ頑張ります。で、一応目標というか予定していた敵は倒したから、それはまずいぞ、きっと。あ、大丈夫か。危ない。私もボス戦見たから寝まーす。はい、おやすみなさーい。おやすみー。ゆっくり寝て、いい夢見てくださいね。で、なんか取り逃したものあるかな？特にないかな？アイテムあったりしたっけ？ないか。よし、帰ろう。と、予定していた3箇所ね。行動の3と、谷の3。あと、塔の3。終わったから、あと残ってんの、王城の3かな？確か。王城の3も行っちゃう？このゲームを見つつ、いい夢が見れるか怪しいですけどね、確かに。心配してたんだ。あ、これ預けて。すまないな。で、これを開けていこうか。この断りを、関係性における理解、それを媒介する、終わり、あなたが。まあ、完全な魔力に振って、ある意味、魔力脳器になってもいいんだけど。さあ、ではこちらですね。塔の騎士を倒した、こちら。で、ここを結構最初にクリアする人もいるんですけど、ここから続くエリア3ね、あちら。あちら実はね、今のボス級のソウルがないと開かないんだよね。他のエリアの3ボス目を倒さないとここ来れないんですよ。そしてデブがいる。
いやー、不気味度が上がっているね。さあ、では、ある意味最終エリアの、三つ目のエリアを攻略していこう。で、ここはね、あ、他と違って、普通に、ダンジョンが広がっているというか、いや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 、削られた。待って、再生者、しがみつくはいらないね。じゃあ、どうしようかな。ヌスットにしとこうか。敵に発見されにくくなる。さあ、アイテム回収していきましょうか。ここなんかあったっけ？なんかあったよね。開く。閉ざされているようだ。逆側から開けれるんだったかな？シークレット。急が飛んでくる。ちょっとね、早いんだよね。あれ、落とすの。この辺で落とせばいいのにね。避けられないように。あ、私のプレイ楽しいですか？ありがとうございます。そう言ってもらえて、退却していく。にゃはははあ、かわいそうに、潰されている。あ、んで、こいつ、こいつ、こいつ。なんとなく覚えていたぞ。結晶トカゲさん。すぐ消えるからね、あいつ。そう、こっちから、行けないから、メッセージ、さようなら。まずはね、こっちの脇から。攻めなければいけない。一撃じゃなかったか、そうか。アイテムを回収しつつ、なんかいたような気がする。強いやつ。忍者っぽいやつ。体力なかったね。お、あ、グノメジさん、サブスクライブ、ありがとうございます。ベリベリサンキュー。その応援に応えられるよう、私も配信頑張ります。ああ、ほんとありがとう。嬉しいです。もう、見に来てくれるだけでも嬉しいのに。サブスクまでしてくれるとか。あなたは神ですか？そっちの脇道を見逃していた。地味に強い。そうか、ここにいたか、こいつ。後ろに。あ、ここは敵いないのか。奴隷の盾。またか。さっきも手に入れたぞ。カンカン。はい、カメさんがいる。とか、こんなのいたな、そういえば。これは先にあっちに行かないとダメだな。不安。あ、ここにもいるんだっけ？あ、そんなに強くないね。強くなりすぎてしまったか。あ、裏から回ろう。弾かれた。ウィングドスピア、すごい今更な感じだ。当てられてしまった。当たる。え、マジでここ当たるの？ないと思って今立っていたわ。なんもないっけか。さあ、ようやくこいつと戦えますね。ただ別になんか中ボスとかでも何でもなくて、ただの雑魚なんだけどね。ちょっと体力が高い。だけというか。OK かな。あとこの、装系は落下攻撃があるんだけど、よくね。ただ、デモンズはね、落下攻撃がなくて、ギャー。ない、当たないというか失敗してる、魔法が。おっ、一枚。よしよし。だ今、落下死したん、乗れてない。こっちからよ。アイテムかわいい、シュー。鉄の鍵束。確かこれでさっきの、小宮の最初の扉か、開けられるんじゃなかったっけ。ちょっとこの先の方まで先にやってから戻ろうか。危なーい。痛い。弾いてきやがったこいつ。ここで、はぁ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 って言ってるやつだよ。あ、そんなに、そんなにもう強くないね。赤い目の敵も。本来はかなりの強敵なんだけど。で、もう一体でいたのか。さて、どの辺まで行ったら戻ろうかな。Windows サウンド。Windows サウンドっていうこと？風の音？こっちなんかあったっけ？チラッチラーン。ここにアイテムが。さすがにちょっと一旦戻ろうか。この先こんな長かったっけ？
先のね赤目がいたところに戻りましょう。飛び降りられない。よし帰ってきた。倒せるね。でこの奥に上に行く道が。久しぶりだね。またお会いし、どうやってここに侵入したんだか。まあ、特にね買いたいものもないんだけど、あ半月をちょっと補充しとこうか。あと高月を、あこれ以上所持することができないって言われた。あ北岸の盾とかクレセンタクスとかこの辺新しく追加されたのかな。毎度どうも。移り盾はねもうこの盾があるからいらないんだけど。所持重量を超える。あ、グレートソード。確かにこれは重そうだ。また進もうか。今日頑張ったら、この、工場の3エリア、クリアできるかな？どうだろう。この信頼に応えられるように、頑張ります。応援よろしく。ここから行こうかな。歌があったような気が。あの、下にいるね。ショートカットを開通できるのかな確かね。ここはね。あれあれ、はい、了解です。オストラバさん。攻撃を受けている。あ、まずいまずいまずい。スタミナがなかった。オッケー。どこ行った、あれ、どこ行ったあいつ。あいつどこ行った、人に兵士を落ち着けて逃げたな。話しかける。そうだね、3回目助けたよ。本当に感謝。これをこんなものしかありませんが、では私は行きます。すぐそこなんだって言って道を帰っていく。どこに行くんだあいつは一体。おっとっとっと、火炎壺的なものか。地味に地味にダメージを受けている。イベントだ。お前は倒したはずなのに。入っていった。いてで来るとは卑怯なり。後ろ下がれんかった。そして痛い、地味に削ってくるぜ。オッケー。いや、満月層は残しとこう。半月層で回復して、ボス用にね、強い回復は残しておこう。あんで、ここにもアイテムが。あ、あとあいつだけだね。グスタブを取りたかったのに。さあ、行きましょうか。いやー、でかい城だね。回避が最善策だ。ローリングが最善策だ。だそうです。で、魔法。前回も使い忘れていたけど。MP が今回復してないな。あ、じゃあこれがないから。一度きりの復活。あ、これを使ってちょっと頑張ろうか。あ、これ魔法どっちの威力高いんかな。まあ、いっか。行きましょう。さあ、こいつがボスと思いきや、まあ普通に雑魚敵として出てくるからな。まあ本命が出てきましたね。超かっこいいよね。なんかまがまがしさが増しているぞ。貫きの騎士。いやー、やっぱガードの上からでも削られるね。魔法でいけるかこいつ。158 124火球の方が強いか。まずい、タリスマンのままだった。ツナイフになっていない。そういえば攻撃を誘っておいて魔法で、あー MP がない。回復させてくれる暇があるかな。クリスナイフに変える余裕あるかな。避けられた。どう避けられるか。避けられる、マジか。弾速遅いかな。これなら入る。187。うの光だな。こっちじゃないと多分当たらない。これ出が早いからね。オッケー、ているぞ。避けられていないぞお前。また、そんな手が痛くないね。 MP 回復。あ、騎士相手に魔法で打ち勝ってやる。MP が、 MP がない、 MP がない、 MP が。私に MP をください。ここ回復して
ッケー、撃破。危なかった装備を変えていなかったからちょっと危なかった。さあ無事エリアさんも倒せましたね。私が学んだ日本語の言葉を覚えようとしています。はい、どうぞどうぞ。銀のデモンズソウルゲットですね。で一旦帰ろう王の高塔、高い塔ですね。デーモン、貫きの騎士の残した要石。かつてボーレタリアを象徴した王の、高い塔は、今や飛竜の爪痕がうがたれた人気さえなく、ただ銀髪の老王、オーラン塔だけが半壊した玉座から全てを見下ろしている。つまりこの先に待っているのは、老いた王様ですね。もはや主に帰らぬ、全ての生きるものの断りよ。眼鏡どこまで上げようかな。スタミナ100くらいまで増やしてみようか。そしたらこのものに可能性を与え、よって世界の夜べと終わりましたか。でこの辺使えばもうちょっと上げられるかな。主に帰らぬ、全ての生きるものの断りよ。関係性における理解と、それを媒介するソウルの力、この星終わりました。あなたが世界の夜。ウィングドスピアいらないし、盾もね、奴隷の盾とかもいらないから、こんなとこかな。なんか重くなってる。なんだろう、何かが。まあ、141あるね。なんでだ。あ、これか。青目騎士の思考。これいらないやつだ。すまないな。で、ちょっと待って。武器を鍛えるなら修理をして。生きて帰る。で、ここか。王城はね、他のところは3つ目のエリアで終わりなんだけど、ここはさらにもう1エリアありますね。で、どうしよう。ただね、時間がね、もうそんな残ってないから。おお、あんたも、幸運の。トカゲ狩りでもしようかな。どうだい。それぞれのね、エリアのボスを倒したので、またトカゲがね、復活をしているので、それもね、倒しておきたいけども。で、この嵐のところはもう全部刈り尽くしたし、あとは、この谷とか、塔とか、坑道とかですね。まあ、それはちょっと時間かかりそうなので、今日はね、ちょっと早めですが、ここで、終わろうかな。ボスも4体倒したしね。まあかなり順調だったということで、今日は早めに終わろうかと思います。最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。コメントいただいていたアッテさん、ワイグラーさん、しおりさんと昆布さんとグノメジさん、ありがとうございました。次回もね、良ければまたご視聴コメントくれると嬉しいです。はい、また、近いうちに会いましょうね。ありがとう。それではまた次の配信でお会いしましょう。またね。バイバーイ。